セリさんを超えてゆけ。はい、皆さんこんにちは、高橋俊美です。そしてセリザです。そして今回ですね、セリザさんを超えていくのは笹原由美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやだから違うっつったでしょこれ、はい、いやいや、俺は笹原さんとコラボさせてくれって、俺不安だから、ウームゴルフ笹原さん出てくる、なんで俺とコラボさせてくれないのって言ったのに、はい、なんで俺と対決なわけ。でもコラボじゃないですか。もうコラボだけどさ、来てくれました。コラボだけど俺を超えていくでしょ、はい、もう俺ずっと超えられてるんですよ。いや俺も対決は NG したでしょ。してない？したじゃん。見てる皆さんはセリザワプロの戦う姿が好きなんですよ。勝手に作るのよ。作ってるね。ねえ、せっかくあのファンの僕としてはさ、戦うのはすごい。ちょっとファンになったきっかけを私聞きたいんですけど。あのね、はい、ゴルフサバイバルっていう試合があって、はい、優勝したんですよ、はい、その時たまたま僕解説で言ってまして、で、笹原プロがあのすごいいいプレーをしてて、すっごくいい子だったんですよ。で、あのたまたま自分の番組に笹原さん出てってお願いをするために、うん、いろいろ知り合いのプロに笹原さんの連絡知らないって、ストーカーのように。そうそう。え、それで事務所に電話して、うん、それで出ていただいたの。させていただきました。そしたらね、また番組でね、その僕たちのやった番組でバトルロイヤルだったんだけど、はい、笹原さん出てもらって、笹原さん早めに終わってしまったんだけど、笹原さんのマナーの良さにすごくて、前目つし僕の持ってるんですよ。あ、うん、それで目つしをちゃんとするんですよ。はい、それを見てた名人が。笹原さんすごいっつって、うん、ああなるほどねっつって、はい、で笹原さんそれからずっと目つちをしてくれてました。してました。プロの分も、そう、プロも、はい、行ってやってました。で今でも番組の中では目つちをすると笹原っつって番組内で出てるぐらい、そのぐらいのね、はい、あ、最近の、はい、この他の最近の子が悪いわけじゃないですよ。敵を持つのも嫌だからね。いや素晴らしいあのね、はい、人だったんで、はい、だからプロゴルファー目指すにはもったいないぐらいいい人なんだよね。なんでですか、いいじゃないですか、目指したって。あ、でもプロゴルファーっていい人ってあんまりなれないですよ。でそんなことない、根性ないと。でもなんかね、プロゴルファーになっていい人で、うん、そしたらもうね、そうだね、いや、ね、むちゃくちゃやめても人気あるからね。もうそうなのよ。そう、でもね、そういう風に言っていただいて嬉しいですね。はい、すごいありがたい光栄なことで、今日もご一緒させていただける機会がなかなかないので、すごい楽しみに来ました。いや、こちらこそありがとうございます。で早速今日 の対決のルールなんですけども、はい、同じ D からマッチプレーでやっていただきます、はい、ただですね、笹原さんに私の肩、はい、私？私違います、あれですよ、私が入ると弱くなっちゃうんですけど、あくまでも私はラインを見せるっていう、あ、入ったら入ったで OK らしいんですよ。なるほど。なのでちょっとあの3回3回あります、はい、これだけちょっとだけハンデつけさせていただきます。なんですか、そのちょっと余裕は。大したハンデじゃないな。トシミンは大したことないぞみたいな。いや、間違いない。それだけでちょっと対決していきたいなと思います。はい、意気込みをじゃあそれぞれプロから。いや、僕ね、これね、勝っちゃって笹原さんが自信なくすのも困るし、踏み台にして頑張ってほしいから、推しとしては、僕の推しとしては。だから、イーブンで終わって、うん、内容を後でいろいろと勉強してもらって、うん、こういうとここうした方がいいよねとかアドバイスできたらいいのかなと、うん、勝ち負けになるとね、うん、勝ちたいじゃないですかお互いに、はい、負けたくないよね、はい、だから引き分けでいいんじゃない。じゃあ目標引き分け目標、難しい。いやいやいや、さっさと勝たなきゃ、ちょっと勝てるように、今日頑張りたいと思います。ぜひ僕を倒してくれれば大丈夫ですもん、はい、間違いない。ありがとうございます、はい、では早速最初やっていきたいと思います。では最初のホールはですね、493ヤードのパー5です。よろしくお願いします。おー、ナイス。ありがとうございます。まあ、あのここは右がダメなんで、はい、いいとこです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、お願いします。お願いします。左からちょっと来てますね。ナイスショットです。あー、結構流された。おお、いいところ。ナイスです。ナイスです。ありがとうございます。カート乗っててもいいんですか。はい、はい、
袋あるんですけど、やった方がいいですか？メッセージ袋、ほら、前メッセージ袋あるんだって。まあ、笹原さんすごいんだよ。いや、持ってた方がいいと思いますよ。持ってた方がいいです。笹原さんはあまり、いいとこですから。ありがとうございます。一緒にランドはだからそのうちの番組出てもらった時にはでも2人っきりじゃないんで、はい、みんなでやってわーわーやりながらね、はい、やってたったんで、ごめんなさい、ちょっと今日も2人っきりじゃないんですけど。何がちょっと私がいるから。すいません、お邪魔します。何意味わかんないけど。トシミ、何意味わかんない。でも推しじゃないですか。そうね、私も推しとだったら。そう、頑張ってほしいなって。ちょっといっぱい話したいで。ありがたいお言葉を。え、パッと見た感じだとフェアウェイ、見えてるフェアウェイの真ん中あたりがいいのかなと思うので、うん、はい、フェアウェイちょっと右傾斜してるからちょっと左目でも大丈夫です。左目から、はい、ナイス、すごい音、ありがとうございます。これでちょっと右跳ねて、あ、言ったところで完璧。ありがとうございます。すごい。女子でもあの音出すんですね。よかった。あの男子プロで出すイメージあったんですけど。本当ですか。あ、まずい。珍しいの。やばい。嘘でしょ。全然大丈夫です。珍しい。これが推しの力か。やべ、これが推しの力ですね。やべ、これが推しのプレッシャーですよ。軽くちょっとさ、問題じゃん。引っ掛けちゃったじゃん。じゃん。苦手なものとかないんですか？苦手なもの、クラブ、なんかこの、そうですね、私フェアウェイバンカーが苦手です。あ、フェアウェイバンカー、うまく打てないんです。クロスバンカーってこと？そうです、はい、ね、フェアウェイバンカーがか、なんかまだこう、はい、毎日確信を持って打てないというか。なるほど、はい、おー、いい刺してる、完璧じゃない？あ、でかい、捨て、捨て、あ、でも、OK、 ありがとうございます。ナイスです。ピンまっすぐじゃん。ありがとうございます。キャー、下手くそー。キャーって言ってる。止まれ、止まりました。なんだか、これなら3度出てよかった。あのね、サウンドだとね、ちょっと弱いかなと思って、はい、で、つま先下がりがちょっと強いじゃないですか。だからもうそんなフリーショットできないので、軽めに大きいクラブで軽く打とうとしたら手が返りました。はい、いや、完璧だったね。ありがとうございます。ちょっと思ったより奥に。やばいな、弱かったな。ちょっと目もあるし、傾斜もそっかなんで、ちょっとだけ高く全然距離感合ってない。あら。全然距離感違いました。ちょっと最初のところ思ったより壊れたね。でもね、優しいじゃない。やばい。お先しやす。まずいな。じゃあちょっとピン抜きます。キャデさん、キャデさん、チームOK です。ありがとうございます。同点。ラッキー。同点。
して2番ホール347ヤードのパー4です。ナイスショー、いいとこだね。最高ですね。はい、良かったです。ナイスです。いいとこです。ありがとうございます。おー、ナイスショー、ナイスショー、ナイスいいところ、ナイスです。ナイスです。ありがとう。ナイスです。ありがとうございます。緊張します。緊張します。緊張するやろみんな。なんかいつもニコニコしてるなんかイメージというか、だから多分試合を見てないから、あ、うん、多分こう収録でレッスンとか見てたら優しい顔笑顔でいかないと。そこがいいとこじゃないですか。それで急に試合になってガーッと顔怖い顔で寄れなくなるよ。これ強くない？強いですか？あ、ね、本当だ、強い。あれ全然違う。球強かったし、あ、ひょっと標高高いからちょっと飛ぶかも。あ、半クラブぐらい。なるほど。アドバイスしてなかったね。うわあ、ひどい。今度は引っか。あ、でも左へ。耐えました。耐えました。耐えました。落とした。落とした。すいません。珍しいですね、芹澤プロが。そうですね、ちょっと。推しがやっぱり、推し力が。ちょっと緊張気味ですかね。なんか自分なりにいいとこ見せようと思ってるんですかね。まだまだ。それがダメですね。やばくないこれ。まだまだ若いですよ。このミスショット。120ヤードグリーン乗んないの問題でしょ。そんな試合行っちゃいけないよね。これはちょっと転がしていきましょう。おー、わ、これまた重いじゃん。なんか重めだ。また問題の距離じゃん。コーサーでも混じってんのかしら。まずいな。ちょっと、イメージと違う。スピン変わったけど、スピン変わったけどちょっと強かったね。インパクトの時のイメージがちょっと違いました。ちょっとロフトが立っちゃいました。あ、どうしたらいい。でもこ、お願いした方がいい。あ、トシミンのお願いする。トシミンカード使います。頑張ります。トシミン最近入れるからな。LINE は一緒に読んでください。あ、そうですよね。そうだそうだ、下手です。これで、ちょっと待って、トシミンチャンス。ちょっとフックかなと思うので。そうだね、そうですね。ちょっとフックだけど。あ、そんなに行きます？あのゴミぐらい行きます？あ、あそこまで行かないです。そこまで行かないです。思ったよりは曲がらないフックです。富士山の背中なんで。あ、なんか縁打ち、縁打ちぐらいかなって。縁打ちと、あ、じゃあほとんどストレート。はい、順目の上り、いきます。はい、お、うまい。あ、いいライン、いいライン見したよ。 ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫、はい、最後ちょっと曲がったんですよ。打ててました？はい、打ててました。打ててた、思ったより切れた。じゃあちょっと、なるほど、それを参考に。これできたらいいな。なかなか今の参考になってんじゃん。なってます。ねえ、強すぎた。いや、安心してください。どうしよう。いいじゃん、安心して。僕が入れるからどうせ OK あげるから。ね、入れることしか考えない。いや、マッチプレーはいいことですよ。当然です。入れることしか考えちゃいけませんよ。マッチプレーですから。ね、オッケー、ほらオッケーでやるんですよ。ありがとうございます。僕大丈夫、入れるから大丈夫したじゃないですか。優しい、優しい。いや、オッケーって、いや、マッチプレーだから僕がパートしてて終わりだから。あ、そうなんですか。そう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 。
あ、そうか、パーか。パーか、あ、失礼だな。あ、そうか。だから別に、だから、笹原さんはショートしちゃダメなのよ。パーじゃなきゃダメだから。そうですね、そうですね、うん。パー取れば勝ちだし、相手がパー取ったらもうね、負けちゃうから、スリーパーとしよう関係ないんです、あの辺は。そっか。そうなの。じゃあもうほんと、そうか、入れに行くんだ。入れに行かなきゃダメよ。はい。そうです。そうだ。続きまして、3番ホール327ヤードのパー4です。ナイスショット。頑張れ。行って。あ、十分だ。ナイスです。ありがとうございます。綺麗なフェード。あ、いや、風で右行きたいだけですね、多分。本当ですか？はい、失礼しました。いや、いいですよ。オッケー。ナイスショット。ありがとうございます。お、ナイスです。これやられたかな。イエーやられたかな。ドライバーは、はい、普段は203、平均だと230ぐらいですね。はい、すごい。お、ナイス。ナイスです。これいいんじゃない。おあ、ちょっと、ちょっと弱め。めっちゃ近そう。弱そうだな。ナイスです。すいません、ほら、これですよ。ナイスです。おお、いや、これいいかも。いいですよ。うん、あ、いい。どうだ。ナイス。ナイス。あ、すいません、ありがとうございます。少ない。ありがとうございます。少なかった、少なかった。ナイスです。ありがとうございます。さあ、俺よか笹原さんは近い。近いですか。イエーイ、うん、イエーイ、イエーイ、ま、間違いなくいいとこついちゃったね。いいとこつけました。これは入れたいな。じゃあ、うわー、こんな曲がるか。OK です。ありがとうございます。あ、っていうか弱かったね。持ってます、持ってます。ありがとうございます。ナイス。ナイス。ありがとうございます。ナイスです。来ました。緊張した。イーブンに戻しました。危ない。お、やっぱりスライスだった。ナイス。いい勝負。はい、セルターを越えて行け、3ホール終了しまして、ただいまの結果イーブンです。はい、イエーイ。ナイスプレー。ナイスプレーです。ナイスバーディー。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとか。お二人とも緊張はちょっとほどけてきましたか？ちょっとまだちょっと緊張してるんですけど、はい、少しずつコースの感じがつかめてきたので、はい、4ホール目からまた頑張りたいです。はい、セーザープロどうですか、推しの緊張感、ね、ほぐれてきました。ゴルフの緊張感はまるでないんだけど、やっぱりちょっとね、推しが横にいるときに緊張するの。そういう感じ。そう、お尻がね、うん、そうですね。なんか、はい、楽しいなと思って。よかった。はい、この後ね、4ホール目以降も頑張っていきましょう。はい、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなってます。せーの、また見てね。